はい、皆さんこんにちは。こちらは iPhone 8ですけども、主に実験機としてね使っています。で、今日はですね、この4ヶ月ほどこそっと使っていたケースがですね、まあ究極のスリム軽量系ってことでね、iPhone 8用のケースもですね、リクエスト結構あるんでね、ご紹介したいと思います。メムミというねブランドのものです。それではいきまーす。はい、それではですね、こちらが4ヶ月使った iPhone 8用のメムミの薄型軽量ケースなんですけどね。で、こちらロゴがね入っていますね、メムミっていう。で、これ以外にもね、結構ねケース見たことありますけどね。で、それでまあこれね、このチャンネルご存知の方はね、思い出すものがあると思うんですけども、そうです、このトゾというねところの、これは MAX 用ですけども、こっちは iPhone X 用のね、このまた薄型軽量ケースっていうのはね、非常にね近いものなんですよね。で、まあ MAX についてはね、これポップソケットつけちゃってますが、基本的にはね似たような材質とかね製法のものだという感じですが、まあ、ちょっとね違うブランドのもね使ってみようと思って、今回ね、まあこそっとね iPhone 8を使ってたんですよね。で、まあこれ、まあ特にね動画にしてっていう感じもねなかったんですけど、まあ、やはりね iPhone 8、まあ、未だにね人気も続いてるしってことでね、ケースレビューしてくださいって要望もね結構あるんでね、今回これをご紹介することにしました。はい、それで重量のをね測ってみますと、こちら iPhone 8用のメムミはですね、だいたい 4g ちょっとなんですよね。だからまあこれね 10g 切るケースってなかなかないんでね。で、ちなみに iPhone X 用のトゾはですね、だいたい 5g ぐらいですからね、まあほぼ同じぐらいかちょっと軽いぐらいかと思います。で、装着のをねしてみます。で、この手のねケースは装着がね意外と難しいというかね、手間がかかる部分あるんですけどね、まあこれ巻き込んだりしないように注意をしながらですね、この角っこをですね3つ目入れて、で4つ目をね入れるのに意外とね神経使います。これね強引にやっちゃうとね、これ切れたりねすることもあるんで、そーっとそーっとですね、まあこのように入れていくというね感じで、意外とねシビアなねこのサイズ設定になってるんですよね。密着度が高いっていうかね、まあそんな感じでですね。で、結構ねこのメムミはね固めというかね、ぴったりめっていう風に感じましたよね。で、これトゾのね iPhone X 用なんか、まあちょっとね使用期間違いますけど、これのがねもうちょっと、入れやすかったかな。まあこれはね、まあ同じぐらいね神経使わないと傷んだりするんでね、まあそーっとそーっと入れるんですけど、メモミのがねちょっと固めに感じはしましたよね。で、これ合計のね重さが 154g ですからね、まあこれ樹脂フィルム入れて結構軽いですね。で、このねつけた感じ、この辺りはねかなりねぴったりなんですね、穴の設定とか。で、ここはもうねボタンと合わせてもフラットぐらいに感じるぐらいに、ね、なるんですよね。で、上側はもうね完全につるっとしていて、で、こっち側で、このマナーボタンもね指の腹でできちゃうぐらいというね感じで、まあ薄くてね、密着度が高いですよね。一応 0.3 ミリって言ってますけどね。で、このカメラのところは 0.5 ミリ立ち上がっているというね、まあそういう風に記載はされていますけどもね、ちょっとねこれ見にくいですけど、これ写真だとねこういう感じですね、 0.5 ミリとね説明書きには書いています。で、あとはねこれバンパー部はねほぼほぼ、これ立ち上がりはなくてですね、でもうこの横から見た感じだとね、こういう感じで上から見るともうねほぼほぼバンパーにぴったりのね、まあ感じで内側まで入っているというね、まあそんな感じでございますよね。かなりねもう裸に近いんですよね。はい、それでね寸法の方ですけどね、まあこれ装着した状態だとね幅がどのぐらいか測ってみましたが 68.5 ぐらいなんですよね。だからまあこれ iPhone 裸だと 67.3 ですからね、まあ 1.2 ミリぐらいね、まあ空間も入れるとね広くなってる感じですけどね。はい、それでね滑り具合なんですけどね、で、まあ手触りの感じで言うとね、まあこのトゾとほぼほぼ同じぐらいのね、まあ手触りの、まあ、滑りやすめだと思うんですよね。
でフェルトのスリーブの上でねこうやって傾けていくとこのぐらいでね滑っていくという感じで、まあ、割とね滑っていきやすいですよね。で8はね他に持ってないんでね疑似的にこの純正シリコンの転用にねこう乗っけてやってみますけどね、こっちと比べるともう全然ね、まあ、生地との摩擦力っていう意味ではねシリコンの方がね全然上なんですよね。でまあピタカってねこれも薄型軽量タイプですけどね、まあこれでやるとまあこういう感じですから、まあ大体同じぐらいってとこですかね。だまあこう持った感じね、こうやって手が乾いてると結構スルスルしてですね、まあ滑っていきがちなケースではありますけども、こうやってあとはね落下なんかのね保護もね、まあそういう目的のケースではなくて、まあやはりね小傷防止というね感じの、まあ、ケースなのかなと思いますよね。まあでもこのリンゴマークも見えますし、まあこのねほとんど裸に近いっていうことでね、まあそういうのを好む方用というケースかと思いますよね。まあでもやっぱねこれほんと裸同然で、まあちょっと色に変化がつけられるっていう意味ではね面白いですね。でまあこれね手でのね持った感じの摩擦で言うとやっぱりねこれスルスルしてますから、まあピタカよりね滑るぐらいで、こういったクリア系はですね意外と手の皮膚はねっとりとねついてくるんでね、まあこういった順で、まあ、左から滑りにくいという感じでしょうかね。で充電関連チェックしておきます。でこれねあのダイソーのね頭のでかいリバーシブルですけどね、でまあこれねこういう感じで薄いんでね、まあ、基本的にはこのケーブルの頭の大きさは選ばないという感じでね、まあ、充電は問題ないです。でもちろんこの地充電はね対応してるんでね、まあ、何の問題もないという感じ で、あとはこれリングのね貼り付き具合ですけども、でまあこれはねアイリングリンクってやつですけど、ちょっとね再利用しているものなんで少し粘着力は弱ってると思います。でこうやってねつけてすぐにね、まあ引っ張ったりするとですね、まあこうやってパカってね外れるんですけど、ただまあ密着をねしっかりして少し時間を置くとですね、まあそんなに問題はなさそうというねところでですね、まあ一応ねこうやって引っ張るとこのケースね薄手ですからねケース自体がねちょっと浮いたりはしますけども、まあ、一応ね普通のケースよりは少し粘着力弱いけど使えそうですよね。で外し具合、ここがね一番このケースのポイントです。このようにですね、剥がすときに外すときに、あ今ねちょっと大失敗しちゃったんですけど、このね勢いついちゃうとねこのぐにゃって曲がるんですよね。でこのスローモーションで見るとねこんなに曲がっちゃってましてね、だからこの角1個外すときはねそーっとやらないとこのね真ん中のところが折れ曲がっちゃうわけですよね。でこの2つ目のところもねそーっとやってこうやってね外すという感じでしょうかね。だからまあさっきほら勢いついてギャッてねやっちゃいましたけども、まあ、そのせいでねここにちょっとね、少し線が入っちゃったということでね、これはね本当に注意したいポイントですよね。はい、ということで今日は iPhone8 用のメムミというところのですね薄型軽量ケースをご紹介しましたけどもね、でやっぱりねこの8のね最大の強みはコンパクトさにあると思うんですよね。でこのように 10S Max と比べるとこのぐらいね下がってね、やはりね、片手なんか中心に持ちやすいサイズってことでね、まあそういう強みを生かすのにはねこういった、まあ、薄型軽量ケースだとですね、まあ裸同然ってことでねいいのかななんていうふうには思いますよね。ただですね、まあこのもともとコンパクトですから、まあこれ対衝撃なんかのものをねこう選んで、まあこの大きくなりすぎないでね済むんでね、だからそういうのをね選んでこうやって落っことしちゃうね人にとってはですね、まあ、対衝撃のアイフェイスみたいなのね選ぶのもね選択肢ではあると思いますよね。まあ、ただねやはり、軽量コンパクトで持ちやすいっていうのはこういったケースなのかもわからないですね。でまあこれねまあ、注意点はねやっぱりこの着脱の時にねちょっと、曲がりがちなんでね跡ついちゃったりしますからね、
まあ、ここはね、注意して、まあ、あんまりね、脱着するようなタイプのケースじゃないのかもわかんないですよね。はい、こちらね、Amazon ではね、1480円ということで、で6色ほどあってですね、クリアじゃないブラックなんていうのもあるみたいですよね。で他のサイズもね、iPhone X とか XS とか、あとは XS Max 用なんていうのもね、あるみたいですよね。で8についてはですね、ちょうどもうね、これ100日以上過ぎてですね、SIM ロック解除なんかもね、ドコモのやつですができそうなんでね、まあ、そのあたりの題材もね、今後ちょっとね、やっていこうとは思っています。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。